仕込み1テーマリストラ対象者の特徴1年齢が高い給料が高い出世が遅い人2コミュニケーションが取れない人独りよがり空気が読めない自己表現が下手ルーズでいい加減3そこに問題がある人勤怠不良悪質なパワハラセクハラを繰り返す不倫を繰り返す暴力4業務命令に従わない協調性がない上司に歯向かう同僚に協力しないあるいは従順で歯向かわない人も対象 5運が悪い人。利益の上がらない事業部全員を丸ごと首切り、個人の資質関係なし、ツイッターのリストラみたいに部署ごと分かりやすい形でバッサリ首を切る。後から優秀な人だけ給与を上げて雇い直すのは確かに効率がいい。お疲れ様です。社畜ジャパンです。今日はリストラ対象者の特徴をテーマとした当事者の口コミを紹介します。口コミ2。 大企業のリストラは部署とか会社ごとに全部一括で行われるから個人の技術などは関係ない個人ごとにこいつの技術はすごいから本社に戻すなどもない技術があっても転職は年齢で切られるから 必要なのは次の会社に引っ張ってくれる友人と友人のメンツを潰さない技術力。そもそも本当に有能な人間なら自分から辞めていく。ファミリーマートが以前800人のリストラをしたときに応募者が1500人も集まったことがあった。それだけ泥舟から逃げられるなら逃げたいという人間は多い。口コミ3 日立の火力発電プラントでキャリアを積んできた。海外勤務などのハードワークにも耐えてきたが、昨今の SDGs の流れを受けて火力発電は右肩下がり、今後のキャリア形成も厳しく、他の財閥系企業に部署ごと吸収合併されて退職か、壁地勤務を選べと。すでに家も購入しており子供もいる。辞めるという選択はできず、今は壁地勤務で単身赴任。高速道路の建設に携わっており、夜勤もあり、体調不良に悩まされている。 今後ずっと平地で一人、家族と離れ離れで暮らすのかと想像すると絶望してしまう。口コミ4。自分は32歳でリストラを食らったことがある。業界三編の同業他社と合併で部門消滅が理由だった。もちろん同じ部門所属でも他部門に振り分けられた人たちはいたが、自分は対象外。ただ早期退職での上乗せ退職金はもらえたから諦めた。今は起業したからやめてよかったと思っている。 しかし30前後でのリストラならば人生も立て直せるが50歳前後でのリストラは本当に答えるだろうな。今のリストラのニュースを聞いても大体が45歳以上、賃金が高いローパフォーマーから切られる。若い頃の苦労のご褒美やリストラなんてガチで悲惨。口コミ5。 某メガパンクでも家を買ったら転勤はあるあるです。もはや新手の追い出し部屋、リストラとしか思えません。私の先輩は子供が生まれた翌月に東京から大阪への移動を命じられていましたね。また別の先輩も家を買った半年後に地方移動でした。今の時代、こんな恨みを買うような人事をやっていたらあっさり人材流出しちゃうぞと思っていました。 結局、会社にとって個人の都合は関係ないということ、ドラマみたいなことは本当にあるから怖い。出世の近道とか多少金回りが良くなったとしても何を犠牲にするか次第、失うものが多すぎますね。口コミ6 現役メガバンク公認です。メガバンクの出向には大きく2種類あります。1つ目は子会社で勉強したことをまた銀行に戻って活用してもらう前向きな出向です。2つ目はハンザ直樹で語られる片道切符の島流しです。銀行は給料が高いため、早くて40代で子会社に出向させて人件費を抑えようとします。 片道切符の島流しにされると給料も安くなるので出港イコール左遷のイメージがメガバンクでは強いです。もちろん大半の行員はこの状況を理解していますが、それでも若くして年収1000万円に届くので人気です。口コミ7 この10年近くの間で何人かリストラをしてきました。簡単に言えば、リストラ候補者はおとなしい成績不審者。次に53歳ぐらいで会社への貢献度が低い人ですね。こういう方はご自身でもそれを自覚しておりますから。さらに、入社3年目以下の迷いの多い年代も対象です。厳しい会社に入ってしまって、将来不安だと思い出した年代。さらに、転職市場ではギリギリ第二新卒として扱ってもらえる年頃で、転職も容易ですから受け入れやすい。 敵に回して何をしでかすかもしれないが、会社に貢献していない人は断固としてやめていただきます。口コミ8。大手企業でも指名解雇のようなものです。人事は首切り専門会社。具体的にはパソナからリストラのノウハウを聞いています。あと、リストラの対象になりやすいのは中途入社組ですね。理由は生え抜き新卒なら、同期で誰かが上になっていたら、リストラ対象から陰で外してくれたりします。 同じ釜の飯を食った同期を救おうとしてくれたり、先輩後輩でも誰かが陰で助け舟を出すのです。ただ、中途入社組イコール戸ざまであり、誰からも助けてもらえないどころか、上の人間は誰も知りません。なので遠慮なくリストラ対象者に指名をしやすいのです。口コミ9 洋服の青山の売り上げはコロナ前は1500万円。ただコロナ禍を経て1200億円までダウンしました。ちなみに開発クラブは青木で青山は別。オリンピックで捕まったのも青木で青山は別。社員に自社のスーツを買わせるのは両方同じ。現状はとにかく厳しく、2021年には全店舗のニアリを閉じると代表が発表。400人近いリストラも実施しましたよ。40代以上の希望退職という名目ですが、所詮リストラ。 組合もないため、会社のリストランに対して従業員が結束して立ち向かうこともできない、弱い立場です。口コミ、10。整理解雇の4要件。1、人員削減の必要性。2、解雇回避努力。3、人員選定の合理性。4、解雇手続きの相当性。 これは労働組合の運動で勝ち取った労働者の権利です。裁判所の判断で認められた尊い権利、規制。企業が勝手に解雇すると不当解雇となり、企業は被害労働者に訴訟を起こされると確実に敗訴。不当解雇で労働者に払われなかった賃金全てと被害労働者への慰謝料を払わなければなりません。解雇規制緩和で投げ捨てていいことはありませんからね。口コミ11 私の会社は余剰人員対策に警備会社をうまく使っていましたね。例えば無能な部長を警備会社課長として人事移動。その半年後、元の職場に一警備員として移動させて恥をかかせるわけですよ。ボーナスなどの人事効果も最低の不適切無能と評価。すずめの涙のボーナス。こうやって恥をかかせ、低賃金で締め付け、自己都合退職に追い込んでいました。 日本は開戸規制が強いとはいえノウハウのある会社は本当にやりたい放題できる現状があります口コミ12なぜ事務系管理職はリストラされやすいのか他アドバイス 非管理職に比べて給料が高い。営業職など現場の人員に比べ事務系は売上利益に直結しない。マネージャーポジションの方が少ない人員で足りる。ポストが圧倒的に足りていない。どの大企業も肥大化した管理部門を削減する方向に動いている。事務系は今後 DX が進むから不要になる未来は分かりきっている。経営企画だけど RPA で単純業務がどんどんなくなっている。5年内で素直に言うことを聞いてくれる人が多いから。まずは人事を丸ごとリストラしろよ。 給与明細や源泉徴収証はきれいにファイリングしておくことは本当に大事。口コミ13、引用オール履行ユニオン。 ジョブ型人事制度に名を借りた中高年層の追い出しが始まりました。部下のいない管理職の大半、約80%が3年間限定のアソシエートエキスパートに降格になります。3年かけてトータルで15%弱の給与カット。さらに3年後にはごく一部を除き、管理職からスタッフ職に降格。ここでは数年かけてさらに20%の給与カット。毎週行われている上司との面談では、スタッフ職に下がらないように頑張ってと上から目線でせ,せら笑う上司。申し けないが給料下がり続けるからセカンドキャリアを考えてはと案に退職干渉してくる上司もいる引用・理工の連結経営指標2020年から2024年にかけて増収減益従業員数は1万人以上削減されている口コミ14 東芝グループの課長兼リストラ担当者の知人がいます。彼によると辞めさせたい人は最初から決まっていて、面談で何とかその気にさせるとのこと。ただ辞めてほしくない人に限って早期退職に応募してくるのだとか。4年前は退職金が1.5倍ぐらいで、転職サービス会社によるフォローが1年という条件だったとのこと。ただ今はもっと厳しいでしょうね。というか今は知人本人がリストラ対象になっていそう。大企業だと安心というのももう神話の世界の話です。口コミ15 50歳を過ぎたら、もうよほどのことがない限り、昇進は望めないし、人生においても上がりが見える時期。この年齢になると、若い頃に受けるべき報酬を、年齢が言ってから回収しているだけの状態になりやすい。ただ会社にとっては、今、業績の改善、向上に寄与しているかどうかが肝心であり、昔話に興味はない。だからこの年代がリストラ対象者になりやすいわけで。もう外資のように、日本企業も最初から高い給料を支払うことが必要になってきたのかもしれない。20代、30代、 の結婚的利益にお金がないという傾向もそれで多少は改善するかもしれないしな口コミ16ワタミはコロナ前は900億円近くの売上高だったが600億円まで減少現在は823億円と道半ばコロナを機に非正規社員を大量にリストラしさらに居酒屋各店舗を一気に閉鎖正社員はリストラされないが非正規は別ただ宅配事業が伸びているため一時は倒産するかもというレベルだったがなんとか踏みとどまっている 働き方としては、居酒屋、宅配、工場、本社で全く違うので、希望する働き方の確認は慎重にすべき、一つ言えるのは、せっかくホワイト化しそうだったのに、あのトップが戻ってきて、ものに戻りつつあるということ。口コミ17、どんな人がリストラされやすい目立った成果を出しておらず、あまり目立たない、おとなしい、日頃から周囲とぶつかってばかりで、陰でよく悪口を言われ嫌われている。上司や組織の権力者からよくにらまれる、相性が悪い。 社内派閥において弱小で負け組派閥に属する。直近で大きな問題を起こした、または休業した経験がある。中高年者40代以上、大企業の場合は特に50代以上。直接利益に貢献しない仕事をしている間接部門。非正規社員、パートタイマー、アルバイトなど。口コミ18。 ヤマト運輸はセールスドライバーやパートさんの改革はするけれど、仕事をしない無能背広組改革はしていません。メイトさんは個人事業主だからしょうがないと思いますが、それよりも先に仕事をしない背広組のリストラが必要です。もともと黒猫メール便は、郵政が独占している新書配達に対抗するためにできたもの。自分たちも同様の郵便物上のものを配達できることを証明し、新書独占を止めさせるための下地作りのはずでした。 そのヤマトがメール便を敵対視していた郵政事業に委託するのは、なんとも皮肉な話です。口コミ19、景期、富士通のリストラの歴史、45歳以上の関節部門の正社員や幹部社員を対象に早期退職を実施、グループ会社を含めて2850人退職、2022年、50歳以上の幹部社員を対象に募った早期退職に約3000人の応募があった。 2024年、国内の関節部門の幹部社員を対象に早期希望退職を募ったと発表。募集人数は公表しておらず、すでに募集を締め切り、応募者の多くが10月末で退職したという、退職金の積み増しなどの関連費用として200億円を計上した。口コミ20。これで最後です。こんなの、続くわけないだろ社員の住宅ローンは家族どうやって生活すんの 誰も子供を産めないよう、次世代に迷惑かけてるだけだろ。生まれてくる子供、5年後には50万人になる。リストラして人がいなくなって、需要が戻った時に売れるものを作れない、売れる人間がいなくて機械損失。こんな仕打ちを見ていたら、若手の会社への忠誠心なんかなくなるし、そりゃ転職も加速する。人手不足で人材確保できずに現役倒産するだけ。先が見れない経営者は、本当にバカ。 以上がリストラ対象者の特徴をテーマとした当事者の口コミでした。皆さんどう思われましたかぜひ感想をコメントで教えてください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。